どうも、ラビットの渡辺です。はい、松本です。はい、よろしくお願いします。はい、今日は、はい、ちょっと、はい、私からご提案がございます。提案、はい、提案、はい、渡辺さん、お家を買われて、はい、で、今年はまあ勝負の年というか、うん、今年、まあ、頑張ろうみたいな、ね、はい、で、今年1年で、全部返済できるようにそうね、気持ちはそんな感じ、はい、もうフルスロットル、スロットル、うん、ほんと、もう腕もぎれてもええ、うん、うん、ということで、はい、大ブレイクへの道、どうしたらいいか考えました、はい、私なりに。すいませんね、本当に私なりに、はい、ちょっとお願いしますよ。それはもう嬉しい、はい、大きく2つあります。ほう、はい、まず1つが、はい、テレビにまあガンガン出るにはどうしたらいいか、うん、大事ですね、はい、今テレビいろんな番組あるじゃないですか今、うん、でどの番組がいいかなって考えたんですよ、はい、お二人が出るならば、はい、まあ、やっぱラビットかなと、ね、名前もちょっとかかってるし人気だし、いやいや大事です、はい、なんで、うん、売れる方法一つはラビットに出るにはどうしたらいいかっていうのを考えて、うんうん、ラビットで受けそうなゲーム、うん、これも考えるっていうのがまず一つ、はいはい、だからもう渡辺さん得意分野なんで、はい、まあ、ちょっとそこを引き続き頑張っていただく、はい、で松本さんはラビットのに今出られている方々のモノマネをできるようになってください。はあ、ただ疑似ラビットをちょっとこれできるようになってほしいなという。キリンです。キリンです。ようできるな。いや、モノマネやもん。いやいやモノマネやもん。そうやけど、いやそうやけど、いやフットワーク軽すぎるでしょ。いやいやいや、テンパーが縮む。いやいやいや、その昔のネタすなよ。M1 のネタすな。腹ちぎれるぐらい笑ったわ、あれ初めて見たとき、キリンさんの。まあね、まあでも大事なことですけども。なるほどね。ラビットのレギュラーのメンバーの方リストアップするんで、うん、ちょっと練習松本さんこれ本当にしてください。わかりました、はい、これは一つ。はい、でもう一つは、うん、今日ちょっとこれからご紹介したいんですけど、うん、やっぱり神頼み、やっぱそうか。結局ね、結局大事ですね。飲み込む早いって、はい、そんな、はい、そんな、いやいやいや、1個目はすごい妥当やったよ。そんな、いやちょっと、いやいや、その早いけど早いけど、はい、うん、まあその1個目は全然良かったですけど、神頼み、神頼み、うんうん、やっぱ売れるか売れないか、テレビに出れるか出れないかって、はい、本当に紙一重だと思うんですよ、うん、僕なりにいろんなこう人を見てきた中でね、はい、お笑いのネタがめちゃくちゃ面白いから売れるっていう人ももちろんいますけど、はい、けど、ね、このネタの面白さとテレビに出てる本数って比例してないと思うんです。だから面白くないのに出てる人間が、違う面白いけど出てない人がいるでしょっていう言い方が。そんなん言うなよお前。面白くても売れてない人がいるじゃないですか、ね、そう危ない危ない危ない、声出てるって。危ないの声が出てるって。なんで本当にこの最後のこのどっちみたいなところでやっぱり神様の力って絶対、まあ運もね、やっぱり実力のうちって言いますから、はいはい、うん、僕結構その見える方なんで、はい、初めて聞くよな、はい、オーラとかその見える方なんで。いやいや、何年も付き合いもありますけど、初めて聞いた、聞いたことない、オーラの話初めて。早く言ってやつ。なので、はい、お二人にその神様の力をちょっと宿したいなと思って、うん、パワースポットを巡りたいなと思ってます今年。はあ、なるほどね、はい、いいっすね、はい、行ったことあります、パワースポットって。たまたま行ったところがパワースポットの。いや、そのパワースポットってマジ何って感じじゃない、その、何なの、うん、何をもってなのかな、有名なのはないかもわからんす。パワースポット行こうぜっつって行ったことはないかな、うん、だからそれ目的で行かないですよね、多分ね。伊勢神宮とか。ああ、まあまあそういうことですよね、うん、まあ、有名どころやったらね、あのパワースポットに行こうではなく、そのそうよね、場所があるんで行きますけど、でもちゃんと意識しては行ったことないです。そうですよね、はい、はいはい、で大阪にあるパワースポットをちょっと調べてきました。もしよかったら貼っていただいて。なるほど、
じゃあ松本さんちょっと読んでいってもらえます？カツオジ、はい、カツオジであってます。カツオジ、はい、はい、そしてどれ、その下、その下、豊国神社、報国神社、報国神社、うん、でその下が、牧岡神社、平岡神社、うん、でその下が大阪天満宮いやちょっと外しすぎでしょここもそうなんや、パワースポットなんや、大阪天満宮これ上、安倍の生命神社、そんなとこあるんですか、はい、安倍の生命ってあれですか、あの、陰陽師野村萬斎の野村萬斎、これが大阪にあるパワースポット、はい、10銭、ここそれなんなん、有名、めっちゃ近いよ、近いです、難波から、難波からというか西区、西区ですね、西区、はい、よう通るもん、ほんででここあれよ、ダブルアートのしんべヱ君が、ランニングするのに集まる場所か、そう、佐野原神社、はあ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 、確かに、お正月めっちゃ人並んでた。あ、そうなんや。何の神社かなって。佐野原神社。カタカナの時点でちょっとふざけてんのかなって若干思ってたんですよ、私。本音言うと。ただでも人がすごかった。あ、じゃあパワースポット有名やんだね。うん。これは知ってるわ。てかもう、いや、神社ほぼ。うん、犬鳴き山は？これは泉佐野ですね。ちょっと南の方です、ね、南の方、はい、大阪天満近いもんね、大阪天満近いね、だこれを8個を制覇すると、今年は10個ですけどね、10個、あ、10個、じゃどれから1個かやな、ちなみにそれぞれの場所を、はいはいはい、ちょっとお伝えをしておくと、はい、まず左上の勝王寺、はい、勝王寺は、箕面です、箕面市、お猿さん絶妙に通る、はい、で、報国神社は森の宮から徒歩15分ぐらい、これもしかして、はい、あの大阪城のあの敷地の中ですかね、あ、そうです、大阪城公園の中にありますので、だからこれもまあ行きやすいですね、入ったことあるわ、ここ近いですよね、近い、で名前からなんとなく想像つくかもわからないですけども、これはあの豊臣秀吉を祀った神社ということでございます、で出世運にとても強い神社ということで有名と、でその次の右の上、はい、安倍の生命神社、はい、ここはまあ安倍の生命の、出身地の説のうちの一つですね、京都のイメージは結構ありますけども、ね、まあ、大阪っていう説もある、はい、この響きから想像つくかもしれないですが、これも安倍野にあります、近いね、近いです、東天ヶ茶屋駅よりだいたい5分ぐらい、その下が、岩船神社、はい、これはですね大阪の片野市、片野市はちょっと遠いですね、そして左その下、平岡神社、はい、これは東大阪、東大阪、はい、ここは、出雲大社と伊勢神宮、出雲大社って島根、はい、で伊勢神宮、はい、三重を結ぶ線上にあるっていうことで、すごくなんか強い両神社の、まあ、間というか線上にあるからパワー相当強いみたいな、そういうことで有名、はー、なるほどなるほど、棚ぼた関係はあるんですよ、関係はないけど、関係はないでも線上にあるから、ね、たまたまそういうことでしょうね、ごっつぁん神社バチだったのはもう2500年以上歴史がある神社らしいです、わーすげー、じゃあもしかしたらね、狙って作ってる可能ないか、可能性、いやでも関係あるんじゃない、まあそうやな、そこまで言うんやったらな、うん、あっても全然おかしくないでしょ、ここはもう金運が有名と、あ、大事、いいね、でその下大阪天満宮は、まあこれ北区の大阪天満宮ですね、はい、有名なところですから、これは南森町駅が最寄り駅でございます、そうですね、はい、でその右の三島神社、はい、これが門真市、門真、はい、で ここは樹齢1000年を超える、まあ、非常に大きなクスノキが有名な神社、ただ結構ちっちゃいらしいですね、住宅街にあると、
いうことで、その分木の大きさがもうとんでもない木です。もう写真で見たらびっくりするぐらいの。へえ、トトロとかあれかな、この木どんぐりか、あ、そうそう、どんぐりからの夢じゃなかったみたいな、それぐらいの大木かもしれない。で、犬鳴山は、まあ、泉佐野市ですね、はい。まあ、これ山の、まあ、ハイキングコースになってるっていうことで、ちょっともしかしたら歩かなきゃいけないかもしれないですね。まあ、仕事運が御利益としては有名、でそして、あとが寒原神社ですね。これがまあ先ほどありましたね、はい。なので、まあ、ちょっと飛ばします。野瀬、野瀬妙見山は野瀬ですね、野瀬町。これはしかもですね、なんかちょっと変わってて、北極星をもう祀ってるっていうお寺らしいです。北極星、星の王様がこの山に降りてきたという言い伝えから始まっているということで、ご利益は開運、縁結び、芸事ということで、まあ、この辺りが、まあ、大阪で有名なパワースポットということになっておりますので、まあ、これをちょっと巡ってパワーをつけて金稼ごうと。そういうことやろ。金稼ごうって言う。下水な。下水な。まあでも。どれから行きたい？まあ。近いのはいつでも行けるから、逆に。逆にまあ、ちょっと。ちょっと移動してもね。移動しても、まあいいかな。うん、まあでもその、のせの。いや、わかる。うん。そうですね。芸事の。芸事はやっぱりね、大事です。野瀬から行っていいんじゃないですかね、うん、大木、三島神社もまあ気になりますけども、そうですね、大木も見たいな、うん、野瀬か三島かでちょっと考えましょう。今決めちゃおうぜ、野瀬から行く、野瀬から行こうか、いや、三島かどっちにしても大阪、大阪だったやから。でも木みたいよな、最初景気よくなんかドーンっていう、あ、その一発目やし、パワースポットっていうところに、ね、そう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 、うん、これぞっていうところに、なんかありがたい感じ、はい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 、三島さんからいきますか、じゃあ後日、はい、じゃあまずは三島から攻めるということで、はい、ふざけんのだけもうやめような、まあ、ふざけてんの、ね、神社、そうそう、神様見てるから、うん、まあ、だから一個ずつクリアしていくごとに我々がどんどんこう売れていく様が多分俺のモノマネもどんどん似てくるそうですね、川島さんのキリンですだけやけど、今はもう2ワード2ワード、どんどんワードが増えていく、川島さんのどんどんワードが増えていく、最終的にキリンさんの漫才1本できるぐらいの、全然あの川島さん以外の方のモノマネもしていただモノマネも練習せなあかんか。まあ、あのパワースポットにね、行けば行くほどそのパワーをもらえますんで。そうやね。モノマネパワー。モノマネパワー。モノマネパワー。全然出てくる。で、私はもう、ローンどんどん払っていきます。どん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 。そうです。行きましょう。三島神社。はい、三島神社。うん、行って様子見よう、とりあえず。うん。様子見よとか。様子とかないねん、そんな。様子見よ。どんな様子か。どんな様子かね、とりあえず。ちょっと一回様子見に行こうか。うん、しっかり、まあ、あやかったね。うん。うん。で、様子見たらいい。はい。ということで。はい。ちょっと、じゃあ、その、行った時はね、うん。それも撮りますんで。そうですね。はい。はい、よかったら見てください。はい。ということで、今日はここまででございます。はい。またお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。